そして参議院選挙、去年の参議院選挙でこの参政党は晴れて国政政党となり、国会議員を1名輩出したわけです。そしてその後、私もずっと同行を見させていただいておりました。参政党の皆さん、選挙が終わった後も熱心に活動していらっしゃり、そして最初から言っていたこの主張、何も変えていらっしゃいませんでした。そしてこの参政党の今の党首である神谷宗平さん、今の国会議員、参議院議員です。私、最初はちょっとこの人怪しいなって実は思っていました。でもこの参政党の動画や演説を見ているうちに、そして私初めて神谷さんの演説を見たときに、 YouTube で見たときに、なんだか涙が出たんです。この人は本当に日本のことを考えているなと、それが動画でも伝わってきたんです。なので私も何かこの参政党というところに入ってできることはないのか、そう考え参政党に去年の11月入党いたしました。そしてさらにその中でいろいろと活動していくうちに、来年に地方統一選挙があると、選挙に出る人を探している、その時には選挙に出たい人というものはあんまりいらっしゃらなかったんですね。そして必死で皆さん選挙に出る方を探していました。そして誰でもいいというわけでもないので、選挙に出る人たち、本部の面談や支部の面談などで落ちる人たちもいらっしゃいました。そして結局手を挙げた方たちの半分ぐらいが地方統一選に臨むということになりまして、そしてその中で私も声をかけていただき、もし皆様に了承が、皆様から了承が得るのであれば、私もじゃあ挑戦してみたいということで、今回9月の稲沢市議選に挑戦するという形で出馬をさせていただきました。そしてこの参政党、皆さんまだ聞き慣れない党だと思います。参政党という党は今結党して3年半経ちました。本当にこの参政党、最初に結党した時から何も主張は変わっていません。今ネットでいろんなことが騒がれています。しかしですね、このネットで叩かれている政党調べてみてください。ほとんどね、ネットで叩かれている政党っていないんです。まあ、アンチ、参政党アンチとか他の政党アンチとか比べてみても、参政党アンチの動画がさ、もう本当に多いです。それぐらいなぜかネット上で参政党は注目されております。注目されているということは、アンチがたくさん出ているということは、それだけおそらく私たち参政党が今の既存の政党の方たちからしたら、まあ、煙たい存在なんだろうと。本当のこと、言えないことを言っているから多分何も言ってほしくないんだろうと、早く、まあ、この政党を落ちてしまえと、そういった力が働いているんだろうと考えております。実際今まで保守政党と言われる政党が今までたくさん出てまいりました。その政党はどんどんと出ていったんです。しかし今回神谷宗平代表はこの組織を作るときにいろいろと考えられ、もし今、もしですね、今後神谷宗平が出てしまっても、その後からどんどんと神谷宗平の代わりが出てくるような組織を作りたいと当初からおっしゃっておりました。そして今はその組織を作る途中、どうしても、まあ、独裁と思われるような場面も出てくるかもしれません。でもそれは最初から神谷宗平さんがそういうふうにしていくとおっしゃっていました。そして時期が来たら、どんどんとリーダーが輩出できるような団体になれば神谷さんは降りるとおっしゃっていたんです。今その途上、まだ地方議員が140名おりますが、140名の議員が出てからまだ1年も経っておりません。まだ人材が不足している、お金も不足している政党です。しかし我々参政党は党員の皆様のご寄付、会費、
そういったもので、なんとか党を運営しているという状態です。そして私たち参政党の議員、平均年齢は40代前半だと聞いております。他の党の議員さんどうでしょう。もう引退してもおかしくないような年の議員さんばっかりじゃないですか。私たちはなんとか若い力で今後の子どもたちのために、そして将来生まれくる子どもたちのために、なんとかこのいい日本、そしてこの素晴らしい稲沢を残していきたい、地方を残していきたい、そういう思いから我々このように草の根活動を続けております。そして参政党の掲げる政策というものは大きく3つあります。まず1つに教育です。この教育はね、最初子どもの教育と言っていましたが、子どもだけでなく大人の障害教育も含まれております。私たち子どもの教育は、まあ、当たり前ながらちょうど私たちの40代ぐらいの年代の大人、戦後生まれた大人ですね、 GHQ の政策のウォーギルトプロジェクト、その GHQ の教育をずっと受けてきました。これは日本人が立ち上がらないように、日本人の自尊心をへし折る、そういった教育がずっとなされてきたんです。私もそんなことはずっと知りませんでした。しかし戦後75年経ってからそういったプロジェクトがなされていたんだということがアメリカの公式文書で発表されております。私たちは知らず知らずのうちにされていた、それが公式文書で出ているんです。そしてその当時のアメリカの要職の方が言っておりました。日本人は精神年齢が10歳だと、だからしやすいんだと、そういったことが公の場で公然と言われていたんです。その言葉通り私たちはされてしまいました。しかし75年経ってアメリカもその事実を認め、その時には日本も自立してほしいと言われました。もう私たちもそういった呪縛から放たれるべき時が来たんです。参政党の面々はそうしたことに少しずつ気づき始め、その人たちが集団になって今なんとか日本を取り戻そうと頑張っております。そして子どもたちにはもうそろそろ正しい歴史を教え、そして日本人として尊厳を持てるような人間を作っていかなくてはいけません。それにはやはり教育が必要です。私この度の一般質問で教育についても質問をさせていただきました。私たちの日本人は古事記や日本書紀というものがある、この存在を知っているんですが、古事記の内容を子どもたちは知っているんでしょうか。そして古事記の内容を子どもたちに今教えていますかと、そういった一般質問をさせていただきました。そしてこの一般質問の打ち合わせをした時に入ってきた市からの言葉は、議員さんが学校の教育に口出すのはおかしいと、政治と教育は分けなければいけないと、そう言われました。確かに政治と教育は分けなければいけないかもしれません。しかし古事記を教えていますか。私たちの日本人に、日本に昔からあったこの神話、しっかりと子どもたちに教えてほしい、そういうふうに希望を出すことが、これがいけないことなんでしょうか。議員さんは口を出すなと、そう言われたんです。やはりこういった意識、この意識改革が私たちの今の日本には必要なんではないでしょうか。私は一つの提案をしただけです。なのに口を出すなと、そういった回答、すごく私は残念に思いました。
まあ、しかしできることから今日本で可能なことからコツコツとやっていかなければいけません。今稲沢市で使われている教科書、これも結構こう言ってはいけないのかもしれませんが、ちょっと自由主義寄りの教科書なんですね。思想がとても偏っている、そういった教科書を今稲沢市では使っております。私はその教科書の選定もなるべく中立な立場に立って書いてある教科書を使用してほしいと今後市に訴えていくつもりでおります。そういった教育、それを見直していこう、教育から変えていこう、それがまず参政党の一番目の政策です。そして2番目に食と健康です。やはり健康な体を作るためには食が必要です。そしてその前ですね、中学生が、稲沢市を見て、この稲沢市をどういうふうに変えていったらいいかという中学生たちが出したレポートがあったんですね。その発表会に私行ってまいりました。そしてそこで子どもたちが出してきた稲沢を活性化するその政策というかプロモーションの案ですね、そこには食のことが書いてあったんです。もっとこの稲沢の農業を活性化していかなければならない、そして形が悪くて売られないようなそういった作物、食物、これをもっとマルシェなどを作って販売していかなくてはならない、そういった場所を市で作って農家さんから買い取ってこれを販売していこう、そういったことを中学生が提言していました。これ私が選挙中に話していたことと全く同じことです。中学生でもこういうことを、まだねそんなに知識をない、勉強も義務教育が全部終わってない中学生でもそういったことが考えれるんです。だから私がちょっと言っていることも当たり前のことだと思っていただければいいと思います。子どもたちがこの政策を出してきたまず根本のところがですね、これがちょっと私は感動しました。お母さんと一緒にスーパーに行くと、お母さんはとっても高い野菜を選ぶそうなんですね。で、なんでこんな高い野菜選ぶのと、こっちにもっと安い野菜あるじゃないと、子供がそう言うと、お母さんは地産地消よと、なるべく稲沢で採れた野菜を買わないといけない、そうおっしゃったそうです。これは素晴らしい教育だと思います。そしてその子がそこにもか、そのレポートにも書いていたことが、日本の自給率はカロリーベースで 38% だと、そういったこともしっかりとその子は勉強していました。その通りです。カロリーベースで 38%、 今日本の食料自給率はそれだけしかありません。そして今肥料やそういったものは全て輸入に頼っております。そしてもっと良くないことに、ありがとうございます、日本で使われている種、これもほとんど輸入に頼っているんです。そしてこの前勉強会で、議員の勉強会で初めて知ったことですが、実は梨やそういった果物の花粉も輸入しているんですから。そしてこの花粉がないといい梨ができない、そういったことで農業新聞で話題になっていたと。その花粉のこともこの前その議員の勉強会で学びました。花粉、種、肥料、そしてそれだけのものが海外から輸入して日本じゃ賄えないということなんです。じゃあどうでしょう、今カロリーベースで 38% の自給率、今後もし何かあって会場が封鎖され日本に物が入ってこなくなった時、日本は簡単にしてしまうんではないでしょうか。経済新聞に書いてありました、そうなったら芋を植えればいいと。そんな簡単なものではないです。私農業もやっております。芋ができるのに何ヶ月かかるんでしょう。芋ができるのは秋です。それ以外の季節にどうするんでしょう。
そしてここ数年、さつまいもは不作です。今病気が増えて、芋が不作です。そして去年、今年も私さつまいもの苗買いましたが、去年よりもちょっと高かったです。そういった形で芋ですら満足に今供給できていない状態なのに、芋を植えればいい、何を言っているんですかという話です。ですので私たち、この食と健康、食を守るために今参政党では農業も推奨しております。